モジュアテルの奥間さばさきです。今日は明日がチュンジエなので、その前にチュンジエイブということで家族みんなでご飯を食べに行きます。なのでその様子をちょっとシェアしたいと思います。チーパを脱ぎたい。スリアンプ。ジボジョ。ベビーズ。なんか不安なのかキョロキョロしてます。これが中国版のお年玉のホンパオです。こういう金色のがあったりとか、基本的にはこういう赤いやつでいろんな絵柄があります。今年はネズミ年だからネズミ、結構みんな使い回してたりするので豚がいたり犬がいたり。中国の干支はイノシシ年じゃなくて豚年になります。なので去年はイノシシじゃなくて豚年、今年は日本と同じネズミ年です。すごいいっぱい。あとこれはサネっていうお菓子、わおこれのの大好き でこれはチュンジエの時の伝統的なお菓子で、主人側の家族はこれを毎年手作りするのが伝統行事なので、今年もこれを手作りしました。なのもこれは好きなので結構食べます。今も食べてる。美味しいですか？今日は春節なのでレユニョンの至る所で爆竹があったりライオンダンスをやったりしてます。今も聞こえますかね。家の近くでやってるので音が聞こえるかもしれないんですけどね。聞こえました？今の爆竹なんですけどすごいね。大丈夫？怖くない？平気？うん？なのも昨日と今日はチャイナドレスを着て春節を過ごしてます。
ね。はい、というわけで今回はウェーニョンの春節の様子をシェアさせてもらいました。この動画面白かったと思ったらぜひいいねボタンを押してください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。アビアント、バイバイ。バイバイは、ね